こんにちは広報コンサルタント西川恵子ですそして自己エストプロデューサーの山口和子さんですはいよろしくお願いいたしますメディアトレイング座談会この番組では私のチャンネルなんですけれども様々な方の、まあ、記者会見の様子ですとかプレゼンテーションの話を、まあ、私たちなりに解説をするという番組になっておりますであの今回のテーマはジャニーズ事務所 が初めて記者会見をやるということで、それを取り上げていきたいと思っております。あの、私は危機管理コンサルタントとして、まフジテレビでの、IT と、えー、お、目覚ましテレビですね、でも解説をしておりますし、リスクマネジメントジャーナルというところで、リスク、えー、危機管理の観点から説明をしておりますけれども、今日は、ファンの視点から、 記者会見がどう見えたのかということを山口和子さんに解説をしていただきたいと思ってます。はい、よろしくお願いします。山口和子さん、ここからは独走してください。<laughs> はい、じゃあまずチャンネル登録よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまず切り替え、はい、自己紹介しつつ、どうぞ切り替えますので、今から、ね。はい、あの、石川さんといつもこうやってあの座談会であのいろんな会見についてお話をさせていただいたんですけれども、あの、こんなに身近なというか、 あの自分が関わったというわけではないですけど、実はあのすごく興味深いっていうのがありまして、でまあ、今、ファンの視点っていうのもありましたが、えっと、私、実際にあのものすごく少年隊が大好きだったので、えー、小学校、えー、6年生の時からファンクラブに入りまして、えー。そうなんですか。それはなんか意外ですね。<laughs> そうですけどもコンサート、ミュージカル、えー、で出待ちして、合宿所にも、えー、原宿に行けば合宿所に必ず行ってこういないかなって見るっていう。 もう本当にそういう結構少年隊に時間もお金もたくさん費やしたファンの一人だったんですね。じゃあそれを、まあ、ひと東,さん東山さんは少年隊だったってことですよね。<laughs> まあ、<laughs> すごい素人です。でもあの実際私は少年隊の中でもあの日記かっちゃん東って言って私は日記のファンなのであの東のファンではないんですけれども、はい、なんでいろいろねちょっと いお伝えしたいこともたくさんあるんですが、まあ、あの今はちょっと少年隊とかジャニーズっていうと、もう東っていう、そういうイメージはすごくついているんですけれども。そうなんですね。まあ、あの、そうだ、全然知らない人もいるかもしれないので、一応説明しておくと、ジャニーズ事務所あの新社長ということで、ジュリー社長から東山さんになったということで、はい、7日の日に発表がありました。それが記者会見ということになりますねで。こちらが記者会見の画像になります。はい どういうふうに見てたのかっていうことが一番関心、うんはい、私からすればすごく関心地なんですけれどもね、はい、ファンがどう見たのか、ね、あんまりすみません、追いかけてないので、えー、今日はファンの目線で伺いたいと思いますが、はい、かなりショックを受けて、いととうことですかえとショックではないです、なぜかというと、もう小学校、もしくは中学校時点で、あのこういうことがあるってことは、私たちは知っていました。 そそれは自分が小学生の時にそうですもうあの北浩二さんの,あの暴露本が確かその頃なので私はその存在というかそういうことがあるっていうことはもうファン全体としてもう知ってる周知の事実だったんですね。へーそうなんんだそうななですなのであのそういう噂はあったけどあの見たことがないからどうのって言ってるのは本当にっていうのは正直思ってます。 うんまあ本の世界だからじゃあ嘘ついてると思ってたわけね。嘘をついてるあえっ、ー、とこの開きロボンは嘘あそれもあはそう最初はとからそんな子供が小学校六年生中学校一年生ぐらいだとそんなことが世の中にあるなんてっていう,うで、ね、想像ができないもんね。そうなんですであの今わかる。 ね、そうです。ね。今と違って、そんな LGBT なんていうことも全然ない。30年以上前の話なので、そうすると、男同士でなんていうのは、また、でもさらに想像の斜め上すぎて、もう理解不能なんですね。なるほどね。じゃあ、ちょっとその当時の少年隊って、どうなのかな<っ>ちょっと画面切り替えで、はい。しましょうか。はい、会見の映像結構皆さん見てるので、そうです、ね。山口さんが、 その少年隊、一体何、はい、っていう人もいるかもしれないので、ねはい、今ちょっと共有をね、し、はい、てるんですけど、あのこれ、本当にデビュー前で、えーと、実は少年隊というのは、えーとそうですね、私が小学校6年生の時にデビューをしているんですけれども、えー、とジャニーズ少年隊っていう、少年隊の前に、実はジャニーズ少年隊っていう時代がありました。 で、ここには、このね、えっ、ー、と、かっちゃん、で、センターに日記、で、右側に東がいたわけですけれども、実はこの東の前は別の方だったんですね。で、あの、松原康之くんっていう子がいたんですが、あの、なんかいなくなったら東になってたんです。ん<ー>ただ、あの、はいうんはい、東さんはどれ東は、この、これ,こ,れこれです、この、ちょっとね、やんちゃそうな。 ははい、はいそうですです東はそのジャニーズは普通皆さん履歴書写真と一緒に出して、うん、でそこで書類選考から上がっていくというのがあの当たり前だったところ東さんだけは渋谷でジャニーさんに直々にスカウトされてるっていうちょっと特殊な。 入手。でもね、ジャニーさんあち、結構あちこちで声かけて、君、あゆ気ななよみたいなことをあちこちでやってるって私は聞いてたけど、スカウトしただけじゃなくて、勇気ななよってっ。結構、かその割とジャニーズに来てる子たちに声かけたいみたいなのはあるんですけど、街角でスカウトしたっていうのは、ちょっと東以外には聞いたことがなくて。ああ、街角でね。結構、うん、<ー>珍しい。 感じだったんですでこう今この写真、ジャニーズ少年隊って書いてる写真で見ていただくと分かるんですけれども、少年隊って元々もともと日記がセンターだったんですね。であの、メインは日記だったんです。なんですけど、だんだんこう何枚かレコードを出していくうちに、東がセンターになり、でそのうち、あの今もう残念ながら日記とかっちゃんはジャニーズ事務所を退所されてますけれども、でも東が長男として残るっていう。 ちょっと私たちが見ていた時代では、あのちょっと想像ができないような、ああ、うまくやったな、みたいな感じも実はすごく思うところではありますね。うんうん、なるほどね。それで、じゃあずっと少年隊のファンだったってことなんですか少年隊のファン、東さんのファン、ど,私<は>どのンな私は少年隊のファンで日記のファンです。私は日記のファンです。はい、真ん中です。あの、一応でも少年隊は、 ジャニーズ事務所の中では、ジャニーさんの最高傑作って呼ばれているグループなんです、ね、あれだけたくさんのグループを輩出してるんですけれども、うん、でそれはなぜかというとあの、歌のクオリティとそれからダンスのクオリティがものすごく高いんですね。じゃあ、だんだんちょっとレベルが下がっていったっていうふうに理解していいんですかでも、そうですね、あの正直ジャニー、えーと、少年隊に関しては、うん、もうバック転、バック中をちゃんとその歌の中でするっていう。 手をつかないのがバック中ですね。うん、手をついて。あるのがバックテン間違いなんですけど。プチパクは。プチパク。歌わないっていうのは、なんか普通。みんな歌わないって。プチパクっていうことをよく聞くんだけど。年体はハは,あ、はあ言いながら。あの、歌ってる。俺ヒットとかで歌ってました。はい。で、ちゃんと歌ってるんですね。はい、歌って。ちゃんと踊る。っていう。グループだったので。うん あのそれだけをできる人たちが正直その後には続かなかったんですよね。なのでだ,だんだんダンスだけになってって、口パクみたいになっちゃっあれ、口パクって本当なんですか <laughs> でも、口パクはもうあの、結構口パクですよね。歌がクオリティが低いグループがとても多いので、ね、あとはもう、結局、少年隊の後だと光源氏ってご存知ですか、石川さん。 名前は聞いたことありますけど、あの別にファンじゃないので、よく知らないんですけ, <laughs> 名前だけはす。社会現象になるぐらいの、本当に子供から大人までが好きになるような、私は少年隊ファンなのでないんですけどあの、ローラースケートを履いてる7人組だったんですね。うん、でローラースケートを履いて、まあ、歌うっていう、だからダンスではなくなったわけですよね、少年隊のあとに。うん、ただあの、えーっとですね、これを機に、 割といろんな昔の YouTube なんかでも昔の映像が掘り起こされているんですけれども、ぜひ皆さんにご覧いただきたいのが、本当にその少年隊のダンスのクオリティの高さなんですね。はい、もう特にあの、まあ、私が好きだからというわけではないんですけど、この日記に関してはもうどこの方もおそらくもう1位、2位だっていうぐらいのレベルの高いダンスをされる方で、すごくこう、 体を大きく使って、美しく踊るんですね。ただそれに対して、東は、きれいに踊るんですけど、あまりこう、きちんとしすぎていて、あまり心に残らないというか、そういうところの違いっていうのが、あ、でもなんとなく会見を見ていても、そのダンスの癖とかっていうのが出てるなーっていうのを、ちょっとファンながらに思いながら見てる会見ではい。そうなんですか。 はい、そうなんです。なんかその、うん、優等生できちんとしているっていう割とイメージで、少年隊時代もいたんですけれども、なので、あのそういう点では、あそういうところをそのまま会見にも出してたなっていうのを、とても感じる。まあ、ある意味でもね、きちんとしてるんですけど、心がやっぱり、そうなんだ。うん、そうそう、それはなああの、そういう声は聞きますね。 なんなくこなしてはいるんだけど、うん、心がないっていう意見はあったのと、でもね、あのフジテレビで一緒に出演してた人って、まあ私は全然解体的見直しじゃないとかね、言ったんだけど、みんな、東のこと褒めるのね。え、あの私以外、私が1、2、3、4、4人ぐらいいたんだけど、あそうですよね、デーブ・スペクターとか、原監督とか。でしたよね。うん そう。私、それでその出しで出されたんだなって、批判する人が一人ぐらいいなきゃいけないから出されたんだなって思ったんだけど、うん、やっぱり批判しちゃいけないっていう対象でもあるんですかいや、だから結局ね、<う>あのすごく怒らせる。<の>すごく、要するに東さんを、とか少年隊の人たちを言に特にまあ東山だとかは、思いなくちゃいけなくって、ちょっとでもなんか言うと、あの、危なくいけなくって、ちょっとでもなんか言うと、あの、危なくなるっていうか、私も、あの、石川さん、ダメだよ。あの、えっ、ー、と、み、あの、 危険になるからとかって心配されちゃうんだけど。いやいやいや、それ私山口さんにうされちゃうのみたいな。<laughs> ないですない。でもそれが結局忖度じゃないですか。ねえ。ねいやいや。うん,うん。まあそこまでなかなと思って。うん。いやそこまでの正直すごいコアなファンってあのもうちょっとヤダバイ英雄さんとか長谷川さんって危ないと思いますけど、<laughs> 少年隊はそこまではないと思うんですよね。<laughs> 複雑な心境なわけですよね、まあファン、ファンとしてずっとついてきてそうですね、はいまあ、ただ、東山さんに関しては、私は歌もうまいと思うダンスがうまいと思う芝居がうまいとも思ったことは一度もないので。<laughs> そうですか。じゃあ、にも感じない、<う>特に何にも感じないしっていうことなんですね。意外と、だから,だからそのいい役にやたらついてたんですよ。 それ、うん、こそ必殺仕事人を中村モンを藤田誠さんからもらうぐらい、うん、いやいや、絶対ないからっていうぐらいのところにのは、やっぱりちょっとよっぽど、うん、実力とは見合わないような役をあてあ得ていたということですよね、それは少年隊ファンですけども、あの東はあの歌もダンスも芝居もうまくはないので。うん、はい まあ、なるほどね。で、まあ、も一番お兄さんプだから、とかね。なんで東。一番お兄さんが日記なんです。リーダーも日記なんです。うん、いや、でもねあの、あの、彼がふさわしいと思う。まあ、全然、会見ではふさわしい理由が全然説明されてないんだけど、わ、はい、かんないんですよ。それを。うん、れ一応説明はあるはずだし、一番最後には、いや あのジュリーとの関係についてって言われて、あの幼なじみみたいな関係ですとかって言っちゃうぐらいだし、どうして、みんなが納得する人事なんだっていうことを言うんですけども、ファンの目から見たら、えいやあのどうなんでしょう、納得するんですかお気に入りだから残ったんだなとしか思わないですよね。実力ととは思えないですであのちょっとその パワハラセクハラ話、東さんのちょっと出たじゃないですか。で、あの、確かに東山さんは、すごく真面目でストイックなので、ダンスの練習とかも人一,一倍やるんですから、それはすっごく知ってるんですけども、なので、自分に厳しい人だから、どうしても人にも同じことを求めてしまうっていうのは、とってもわかるんです、ねうん。それは会見でも言ってましたね。うん、それはじゃあ、だめなんだよつって。 そうそう確かにそこまであのしっかりやってる人なのはあのファンなので知っています。うん、ただね、それを共有厳しいからね。そう,そうそう、そうなんです、そうなんです。ただね、あのちょっとこう、日記かっちゃんと違って、東はジョークが効かないタイプの人なんですよね。うーん、気まじめん、えっと、そうそうですがあの。だかジョークを言っても、笑いにくいタイプの人だし、面白くないタイプなんですよ。日記、うん、はすごく面白い人なんですけど。 そういう意味で、うん、本当にちょっとこう、人に対してあんまり上手くないなっていうのは思ってはいましたけど、ただ、その政治的にはものすごくうまいなっていうのはその、特に私なんかは、センターに歌がなったときから、あ,あ立場変わったなっていうのは、ちょっと思ってましたね。うんまあ、可愛がららられてててる歌川川さんかか実力じゃなくってジャニー北川からと,とても まあ、気に入られてたということなんですかね。まあ、あるいはメリーさんなのかな,なんかこれメリー説もあってね、そうですメリーさんとあの東さんをこうまあ、くっつげさせたいみたいな話もあったんジュリーんとね、うん、結婚させようという話もそ。そうそう、それって本当なんですかって、私も全然よくわかんないから、今回いろいろ情報が来ちゃうから読、読まざるを得なくて読んでるんですけど。まあ、噂にはなってましたよね。で年齢的にも近いので。まあ、そうですよね。ジュリーさんもちょっと金八先生とか出てたんですよね。うん ね、だったので、そうなんです,んですよあの、1シリーズだけですけど、生徒<ー>役で出てるんです。な<ー>ので、ちょっとそういう芸能の仕事にも興味があった人ではあるので、<ー>そういう意味ではねこうあの、話はしてたんじゃないかなとは思うんですけれども。うーんまあ、今回のことについて、ファン同士で話したりするんですか、あるいはこの会見について。いや、残念ながら今、もうファン同士の交流がなくなってしまったので。 うん、はいないんですけども、正直、今なので、そんなにショックは受けなくてよかったなとは思ってますね。きっとみんなそうだとは思います。その前世紀にこういう騒ぎになってたら、やっぱりもっと傷ついてたんじゃないかなとは思いますね。うん それは自分の大好きなファン、あのー、タレントが被害に遭ってるってことがショックなんですか、はい、そうですね。それとも、被害、でも被害者ですよね。被害者だから、かわいそうって思うのそうそうそう。かわいそうっていうことなのか、うん、あの、ショックなのか、やっぱりそれは、あのーうん、まあ、かわいそうというか、気の毒にって思うのは、わかるんですよね。それはやっぱり犠牲、ね、被害に遭ってるわけだから、 そうです本当につらい、辛い気持ちに、自分のことよりも、自分の大事な人を痛みつけられた方が辛らいということです。よね。そうそう、自分、はい、大事な人が傷つけられたってことは、自分も傷つけられたっていう思いになるから、自分もすごく傷つくと、はい、いうことなんだろうね。一心同体だからね。そうです、そうです。それに対して告発,しちゃう告発する人を攻撃するっていうのは、どうが攻撃 えっと、うん、どういうことなのかなって、あ自分が告白したとするじゃないですか。例えば東さんはまあ自分が被害者だったり、あの加害者だったりということに関しては、あ曖昧で覚えてないって言っちゃってるんですけども、ああいう反応についてはどう、どう、ファンはどう感じるのかなって、まああ,の、うん、とあれれだだけけのの人があれだけの方が方被害に遭って。 で一人で何百回も被害に遭っている人がいる中で、全く無傷のわけがないなとは思ってはいるんですよね。うん、まあ、大人ですし。で、たまたまああやって、表立って、ジャニーズの代表として出てきている人たちが声を揃えて、僕たちは知らなかったっていうのは、それは明らかにおかしいなとは思います。うんうん、明らかに嘘ついてるなと思ったときに、ファンはどう思うんですかねでも、 まあ信じたくない気持ちもきっとあるのではないかなと思うので、うん、いいふうに捉えると思います、きっと。正直、あ新聞社のアンケートも載ってましたけどね、うん、あふさわしくないと思う声の方が多くて、まあ、嘘をついてると思ってる人が多くてっていうね、結果ではありましたけど、嘘をつかなければいけない状況っていうのもね、うん、とてもなんか、 矛盾してるなとは思いますよね。ですよね。ただあの、どっち向いてるのかなと思うんですよね。ファンのために、うん。嘘をつき続ける。っていうね。うん、あの、まあ、あの、そういう気持ちもわからんでもないんですけども、やっぱりこう、世界に対してっていうのもあるので、ファンだけじゃなくて、日本の、日本、日本がどう見られるのかっていうこともありますから、 そんなことを考えないですね、きっとね。うん、そうですね。やっぱり<う>、うん、その世界が大事だとは思うんですよね。うん、ねやっぱりファンのことを感じるあ、ファンを大事にするっていう訓練はされててもね。そうです、そうです。あの、とても狭い世界ですよね。うん。あの世界は。なので、うん、そうう。ファンはついてくるのかしら <laughs> じゃあ、本当のこと言ったらもうファンはついてこない。だから、最後まで。<laughs> ね、そうまあ年齢層にもよりますよね。だから今でいうところのそれこそもっと若いグループなにわ男子とかそういうところのファンになると本当に中学生、うん、高校生になっちゃうので、うん、そうすると変える化現象じゃないですけどなんか急に冷めるってことは十分に考えられますよね。うん、あ難しい。 難しいけど、ね、被害に遭ったってみんなが言わなきゃいけないのも、ね、うん、辛い話ですしそうですね、被害者だからね、言うことによって自分が傷つくということもあるだろうから、そんなつらいことがすべていいとは言えないわけだからね。そうなんですよねだからなんか、そんな辛い思いはさせたくないんですけど、好きな人には。 うんまあ、だからこそ別に社長やんなきゃいいのにと私は思うんですよね。そういうああいう質問するのは当然、<laughs> 当然想定されるわけだから。はいはい。そうですよね。うん、だから今度は、うん、違う角度で後継者を決める際には、やはりそれなりのプロセスを経て、きちんと決める方がいいので、自分が親しいからといって後継者を決めるのはあの、やはり良くないことですからね。 やっぱりさらにファンを傷つけちゃったような気がするのね、私としては。ああいう受け答えをすることによって。そうですね。やっぱりなって、きっと日記とかっちゃんは思ってるだろうなって思いながら、私も会見を見てました。あと、ネットではどうなんでしょう、いろいろ書き込みとかあるわけですよね、ファンの方の。それを見て共感する部分とか、そうじゃない部分とか。うん、そうですね、もうでも、うんあの、もう対処した2人に関しては、それに対して全く発信をしてないので。 で、ファンの方も、自分の日常を出して、ファンの方もそれに対して返信をするっていう、非常に平和な世界になってるんですよね。だから、なんかこう、まあ、大人なので、あんまりネタを起こしてない感じはありますね。だから、ジャニーズ事務所に残ってる方の方が、そういうのが、だいぶ辛い思いされてますよね。えどうなんでしょうジャニーズ事務所を辞めて、他の事務所に行,く行ったら、もう冷めちゃうもんなんですか そんなことはないですけど、結局、あの、活動の仕方は変わっちゃいますよね。なかなかこう、見,見られる機会は本当に減るなとは思うんですけど、でももう、あの少年隊に関しては2008年からほぼ活動してなかったので、ジャニーズ事務所にもいながらも、レコ CD 出すわけでもないし、3人で活動はしてなかったので、正直、大した違いはないですね。ねまあ、スマップほどのああいう大きな違いはなかったですね。 ジャニーズ事務所を辞めちゃうと、ほとんど活動もできなくなっちゃうわけですよね。でそういうのはバンは知ってるんですね。やっぱり。<う>ジャニーズ事務所辞めるってなったら、<う>ああ、もう見られないって思う。もう、が、それこそ、あの、昔で言えば、トシちゃんとか、そういう人たちは、結構、礼遇されてたっていうのは、実際に見ているので、まあ、そうだよねって。うん、思ってますよね。でも、かといって、まあ。 人から見たらどうなんでしょうジャニーズ事務所辞めたらもう全然、まあ、遇されちゃうよねっていうことに対して。でも、ジャニーズ事務所にいても礼遇されてるので、<laughs> そうなんだ <laughs> そうあの。いるけど全然仕事ない人いっぱいいますから、本 <laughs> 当生殺しみたいな人いっぱいいますから、ジュニアとか。そう思うと、ううと別にいる必要ないんじゃないかなって、自由にやった方がで、やっぱり実際に日記なんかは、あの今結構、 この方は塚浩平と一緒に芝居やってた方だったので、演出をやってたりするんですけど、今が一番楽しいっておっしゃっています。あの、うん、ジ,ジャインジューを辞やめると全く仕事なくなっちゃうっていうわけでもないってことですかそうやって他の芸能、芸能界ではっとやっていけないっていう話はよく聞くんですけど。 ですけど結局、そのちょっとライブだったりとか舞台だったりとかっていう感じでメディアの露出は減りますけどやっぱりファンは一定数残ってますからやってますし、うん、あの本出したり CD 出したりっていうのは、うん、あのやってるので日記も今カバーアルバム出してて歌がうまいんでぜひ皆さんに聞いていただきたいなって思うんですけど<笑><笑><笑>なのであの活動ゃあちゃんと ちゃんとついてきてくれるファンもいるってことですよね、ジャニーズ事務所は埋めたからといって、急にそれはみんないや、そこじゃないです、やっぱり、その人を好きなのでそう。そういうことなんですよね、<れ>そういうファンを、ね、ファンの力も信じたいですよね。でもそうです、ね、結局。行ってもついててくるっていう<も> <laughs> それはそうなので、あのぜひその、例えば今回ね、告発してカウアン・岡本さんとか、なんかお前のせいでジャニーズ事務所こんなになったって言われたりとか、うん、そうじゃないでしょっていうのはすごく思うので、ね、やっぱりその一人一人がちゃんと生きていける、楽しくあの幸せになってほしいなっていうのをすごく思う。うん。うん、はい、って感じですかね。あそうだ 私、そうじゃあすっかりは忘れてたけど、ほら、これ、共有化し消して、ほら、山口さんの、はい、自分の少年隊のファンブリを。そうですね、ちょっとミラーになっちゃうこれ、35周年のアニバーサリーベストで、なんと CD と DVD D もついていまして、ほら、こんな立派な、<laughs> ほらほらあの、つい3年ぐらい前かな、<laughs> だったんですけど、出たので、そうなんです、ね。で、ほら、こんな。 写真もね、フォトブックもついてるんですよ。すごいでしょこれ歌詞があって、ほら、写真は日記が2って、うん、っていう感じなんですけど、最後にちょっとお見せしたいのが、後ろ側。はい、ちょっと鏡になっちゃいますが、エターナルプロデューサー、ジャニー H 北川。まあ、あの、うん、ジャニーさんの最高傑作と言われている少年隊ではあるので、まあ、これは、いた方ないかなとは思います。まあ、ちょっとね、うん 見方は若干、この時よりは変わりましたけれども。ジャニ北川西氏に関しては何か気持ちは変わったりするんですか、まあ、ちょ全然表舞台に出る方ではなかったので、うんうん、全然何もない、はい、ただあの、その大好きな人を合わせてくれたということでは、恩人ではありますけれども、はいまあ、でもそれは、そりゃ、男色だのはそりゃそうだよなっていうのはね、あの思ってはいましたし。 まあ、まさかあそこまで長年にわたって、うん、あんなに被害者がいてっていうのは思ってはいなかったですけども、うんうん、まあね、年齢がね、大人じゃなくてやっぱり8歳とかね、児童に対してっていうのは良くないんだよ、やっぱりね。で男子が悪いわけじゃなくて、そうなんです。ね、そ,うそうそうそう。そうん、うん、いうことよね。一方的にですからね、うん、どういう男子服がね、問題ですから。うん それはね、罪深いことだと思うわ。ジャニー北川氏に関してると思います。と、ね、いうことで、<れ>でまだあ,あったかなあごめんごめん。お話を終わっちゃう。大丈夫です、大丈夫です。あの、もう本当に、あのジャニー北川はよくなかったけど、まあ、アイドルたちには決して罪はないので、ね、応援を。そうそうそう,そう、うん。アイドルたちに責任はないわけだからね。そうです。本当に。そういう、うん、区別をしていかないと。はい。そうしてほしいなと思います。はい、はい、以上です。では、今日は、 ジャ,ニーえー、ジャニーズ事務所に関して、ファンの目線からの解説をしていただきました。山口さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。いますはい、お願いします。